Get ready, bubbly action!ブリジェンです。今日もリフティングします。今日はアミです。はい、どうも、改めましてオグリジュンです。リフティングができないゼロの状態からできるようになるまでを記録していく、そんな動画をアップしています。実はサッカー未経験で運動音痴でございます。一回もリフティングができないところから撮り始めまして、ついに今日で100回達成しました。動画の中盤で100回切れてるシーンを出していきますので、どうぞ最後までご覧いただけると嬉しいです。実はね、ちらっと冒頭の早送りのやつあったと思うんですけど、 TikTok の映像ですね。あの早送りの映像、実は100回切れております。正式には120回かな。中盤のやつは切ってるところはノーカットにしてる分を編集しておいてありますので、ぜひ皆さん一緒に回数数えてもらえると嬉しいです。多分100回は絶対に超えている。おぐりが数えた感じだと120回かな。蹴ってる時は何回蹴ってるかちょっとよく分かってなくて、とりあえず落とさないように蹴り続けた結果、結構蹴れたんじゃないかなと思って、後で動画を見返して回数数えてみたら120回蹴れておりました。実はおぐり、前々から今月中に100回達成するぞって言ってたんですね。できた、嬉しい。おぐりはいつも有言実行したいなと思って、とりあえず言うようにしてます。期限を決めて言ってしまったらやるぞって自分で気合が入ってできるようになるって信じてるから、いつも口に出すようにしてます。でも本気じゃないと口に出したところで、口に出しただけで終わっちゃうから、自分の実力的にいけるのかどうか、あと自分がどれだけそれに対して本気でやりたいって思うかどうかっていうのも重要やなって思ってます。今回おぐり100回行くぞって言った時は、まあ、いけるんじゃないかな、やればって思ってたので、やってみたらやっぱりいけたけど、思ったよりすんなりいけてびっくりしました。もしかしたら月末寝る間を惜しんで夜中に100回切れるまで帰れないって蹴ることになるのかなって予想もしてたので、こんな日中いきなり蹴ったんですよ。まず最初にいきなり落とさず蹴ってみようって言って蹴ったら、いきなり100回達成したので、あ、できちゃったっていう驚き。そんな感じで今回の100回は達成しました。でもね、言っといてよかった。 YouTube で100回できるようになるぞって宣言しておいたから、本当にできた時に有言実行になったからよかった。言っといて、本当に言うのって大事やなっておぐり思ってて、言ったらやらなきゃいけなくなるし、言ったら自分も意識するしで、いつも追い込むようにしてます。そしておぐりの次なる目標は、アラウンドザワールドをできるようになること。ちょっとね、技にトライしていきたいなって思ってます。あとリフティング100回蹴れたんですけど、ちょっと蹴ってる場所もなんかフォームも安定感も高さもばらつきがあるし、あんまり綺麗に蹴れてる100回ではないので、ちゃんとちょんちょんリフティングで安定して100回蹴れるようにっていうのもしていきたい。そして最終的には1000回蹴れるようになりたくって、1000回蹴れたところを YouTube にアップしたいって思っているので、これからは中間目標の200回とか300回とかも動画に収めていけるようにしていきたいなって思っております。やっぱりね、リフティングやってるんですって言うと、何回蹴れるのっていう質問が多いんですよね。なので、何回蹴れるのって質問により多い数を答えられるようになっていくっていうことと、あとは自分自身が回数よりもできる技とか完成度とか成功率を上げていきたい、技の成功率ですねを上げていきたいって思っているので、もっと見せれるリフティングをできるようにっていうので、練習とレベルアップをしたいと思っております。まあでもね、分かりやすい数って強いですよね。聞かれた時に、何回蹴れるのって聞かれた時に、100回蹴れますって言えると、それだけでおおってなるかなって思うので、よかったです、一つ1000超えれて。
もう本当に1000回目指して頑張りたいですね。ぜひぜひ今後のおぐりの成長も見守っていただけると嬉しいです。ではそろそろ100回スタートします。映像をご覧ください。どうぞ。100回達成しました。意外とテンポゆっくりでパン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 って感じだったと思うんですけど、100回いけるとだいたい1分ちょっといけることになるんですね。ってことは1000回いけるってなるとだいたい10分ぐらい切り続けるってことになるんでしょうか。もうちょっとねテンポが速くポン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 って切れになるともうちょっと時間短くなるのかもしれないけど、1000回切ろうとして10分間リフティング続けるってなったら結構しんどいですね。だって10分間走るだけでも結構しんどいですよね。10分間走ろうと思ったら2キロちょっと 2.5メートル、ん、 2.5 キロぐらい走れますかね。もうちょっといける。サザンが9 11キロ3分はちょっときついですかね。でもちょっと10分間走り続けたら多分3キロぐらい走れちゃうから、リフティング10分って相当やばいなって思いますけど、どうでしょうか。リフティング1000回目指して頑張りたいと思ってますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。女子でも多分1000回切れる子っていると思うんですよ。ただ YouTube でアップしてる人は見たことないのでやってみたいなっておぐりが思ってるんですけど、男性の方では結構1000回蹴ってる動画アップしてる方見るので、おぐりも頑張りたいと思います。リフティングやってるとみんなになんでリフティングやってるのって言われるんですけど、もうね、おぐりは本当にリフティングできるようになりたかっただけなんですよ。なのでこれからもできるようになりたいっていうこの気持ちを大切に練習励んでいきたいと思います。ちょっとね MacBook を手に入れたので、ちょっとそろそろ動画編集を学ぼうかなとも思っているんですけど、 YouTube としてもリフティングとしてももっと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 成長していけるように頑張ろうと思ってます。いくいくは照明器具とかカメラとかも揃えて、もっといい動画、もっと画質のいい動画を作れるように頑張っていこうと思っております。もしこの動画がいいなって思ってくださる方いましたらチャンネル登録お願いします。そしてこれを言うとチャンネル登録者数が減っちゃうので、いつも最後に言葉があるんですけど、実はおぐり年内にチャンネル登録者数1000人突破、そしてゆくゆくは10万人のチャンネルを作りたい、そういう夢があります。ではでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。 Fuck you and you and you I hate your friends and they hate me too I'm through